はい、高校生英語の文法の授業を始めたいと思います。今回はね、前回から協調構文って言って、ある部分を強調したいから前に持っていって、it is 強調するもの、残り、that で書くとかね、そういう話をしましたが、それ以外でも何か文章によって強調できる表現ってあるのかなって話をしたいと思います。実はここに書いたやつ以外でも比較の単元で、比較級だったらファーをつけるとか最上級だったらバイファーをつけるとかね、あそこで比較級の強調は喋ったんで、詳しくはその動画も見ておいてください。はい、それ以外で今日は3つ、まだまだ探せばあるんでしょうが、有名どころを書いてみました。1番からいい平序文、これつまり普通の文章ね、普通の文章の一般動詞の前に do や does や did を挟む、これはもう助動詞的に置いているような感覚だと思ってください。これを置くことによって強調ができます。はい、2番。否定文で not、つまり否定文だよね。プラス文末に at all を置く。これでもう全然何々じゃないよって感じの強調を言うことができます。はい、3つ目。これは後半で喋りますが、疑問詞ですね。what とか where とか when とか。why とかね、そういう疑問詞の直後で in the world と on earth、 まずこの2つを覚えておいてください。まあ世界でとか地球上でみたいなこういう言葉、まあ例えば他にも、逆のね悪い言葉として the hell みたいな良くない言葉を置くことによって強調することもできます。ただしこの良くないバージョンっていうのは、まあ宗教観や向こうの文化などがあるんで、俺らが覚えてすぐ使えばいいってもんじゃないので、今回はまあこの2つぐらいを中心に喋りたいと思います。はい、というわけでそういうものを挟み込むと、その疑問文自体を一体全体みたいな感じで強調することができます。はい、じゃあ今日はまず短く1番2番を書いておきました。非常にシンプルでわかりやすいですが、強調だと思ってください。はい、I love playing soccer。私はサッカーをすることが好きですと、そんな感じで書いたときにマジで好きだよって感じで言いたいときはここに do を挟むんです。しかも読むときもここを強調してあげてください。疑問文とかで do you like みたいな感じの do ってさらっと言ってやね、あの辺はもう普通にね、弱い音節で読めばいいんだけど、ここは I do love playing soccer みたいな感じで I do、do ってちゃんと言ってあげる感じ。ここで強調すると、より強めたんだよっていう気持ちがこもります。私は、例えば、本当にってしとこうか。もしくは、マジでとか、本当にサッカーをするのが好きなんだよ。こんな感じの訳にしておけばいいです。つまり強調っていうのは、これっていう日本語がしっかり決まっているわけじゃないんで、その都度合うように強調感を出しておいてください。じゃあもう一個ぐらい練習するんですが、例えば過去形の文章だったとします。She went to the hospital yesterday. 彼女は昨日病院に行きました。はい、これをもし強調したかったら、一点だけ注意することがあります。She did go to the hospital yesterday. もうわかると思いますが、She did. ここで did って強調しました。そうすると、もうここで過去形の世界観を担ったんです。did で、この went にあたるね、ed をつけたような世界はもう一旦で、その後ろは went じゃなくて go に戻したっていい。まあこの辺はもう疑問文の時にやってるで分かるで。did she って始めたら、ここ go に戻してるから、それと同じようなことをしてるんだと思ってください。さっきと被りますが、she did。did をちょっと強めに強調して読んであげてください。はい、そうすると、彼女はマジで昨日病院に行ったんだよ。嘘じゃないよ、マジだよって感じで強調したかったら、ここに did を入れてあげる。この辺はね、たまに映画や海外ドラマ見ても、もちろん英語の音声ね、こうやって強調する場面を見ることはあります。詳しくはそういうのたくさん見てください。はい、2番です。ちょっとここ綴りスイムに直しといてください。はい、I can't swim at all。私は全然泳げない。もうこれ簡単ですね。not プラス at all。ね。ここで文末のアットオールが入ることによって全然泳げません。いい。だからまず普通に否定文を話し始めたとするわ。もっと長い否定文でもいいよ。その後最後に強調したいなと思ってアットオールをつければいいだけなんで、これは後付けで言うことができます。非常にシンプルですね。これとは別で、not at all っていう会話表現でどういたしましてってやつもありますが、それとは別だと思ってください。否定文プラス文末の方で離れてアットオールがある世界だと思ってください。はい、じゃあ3番目の強調表現で、疑問詞の後ろに in the world, on earth, the hell, もしくは the heck、もしくはちょっと F ワードなんでここでは言いませんが、かなり汚い言葉も入れることによってここで強調するような表現もあります。
まあ文法でみんなが学校で習って解くときには上二つだろうなとは思います。下三つはね、綺麗な言葉ではないんで、まあ文法のテストではややお利口さんな表現しか出てこないんで、まず見ることはないと思いますが、まあドラマや映画などではバンバン出てくると思ってください。自分が使うときにはその文化をちゃんと理解して自己責任でお願いします。はい、というわけで、まあ用法としては世界でとか地球上でっていうのを挟んだることによって強調感を出す。まあ日本語だってね、こうやって世界や地球っていうのを持ってきて大げさになんか表現するときでたまにあるよね。あの人はマジで一番かっこいいって、世界で一番かっこいい、地球上で一番かっこいいとかね。実際本当にそんな地球でっていうところは大事じゃないんだけど、まあ強調したいから入れたいっていうのは日本語でもある感覚だと思います。だからここに in the world や on earth をことによって、まあ文字通り地球上でって訳す必要はありません。で、あえて訳すならこういう感じでちょっと強めておいてください。まあ一体ぐらいで十分かなと個人的には思います。下3つ、the hell っていうのはまあ地獄って意味なんで、こういう地球ってやつのまあ逆バージョンだと思ってください。地獄みたいなちょっと強い悪い言葉を入れることによってまあ強調する。日本語だって別に疑問文じゃないんだけど、クソ暑いとかね、このクソっていうのはそんなに綺麗な言葉じゃないです。が、一応使っとるよね。その時に、クソ暑いってめっちゃ暑いって言ってるよね。クソかっこいいって言ったらめっちゃかっこいいっていう。悪い言葉を置くことによって、それを肯定の意味でもちゃんと強めたい時ってあるよね。そういう感じで、英語も当然ですが、そんなに綺麗じゃない言葉をこうやっておいて強める表現はあります。はい、the heck っていうのは、ここで言った the hell と、後ろで書いたこの F ワード。まぁ、ちょっとここでは言いませんが、それを組み合わせた単語だと思ってください。the heck。だから、what the heck are you talking about? っていうと、一体全体お前何について喋ってんだよみたいな感じ。訳は一緒かもしれませんが、こっちの方が、よりカジュアルな感じが出ると思います。まあ普段の会話だったらこういうのを対応する人はすごい多いので、実際留学など考えている人はこういう表現も覚えておいてください。一番下の F ワードっていうのはもう知ってる人は知ってると思いますが、非常に汚い言葉なんで、まあここでは一応書きません。一応文法の授業中なんで、これを使って対応しなさいっていうことは言いませんが、まあ、検索してみてください。普通に知っている言葉だと思います。これは非常に悪い表現なんで、生半可に覚えてカッコつけて使ってるといつか痛い目見ると思うんで、まあ、その国の文化などをしっかり知って、人間関係もしっかりある関係になったらバリバリ使ってください。さっき喋った、これクソかっこいいとかのクソを、何千倍も悪くしたような言葉だと思ってください。ただし、あえてこういうのを使うことによって親近感が湧くっていう世界観も、特に男同士だったらあると思うので、知っておく必要はあると思います。まあ、自己責任でお願いします。はい、というわけで、さっきの the heck っていうのは、もうこれだけでも、what the heck。もちろんここは F ワードなども入ってきますが、なんてこったって感じで、まあ簡単文だよね。簡単文みたいな感じで、ここでびっくりするときにも、the heck っていうのは非常によく使われるんで、まあ文法のテストには出ないと思いますが、一応知識としては知っておいてください。まあつまり話を戻すと、みんな受験英語っていう観点では、in the world や on earth を、まあ押さえておいてください。ただし、留学など今後海外で暮らしたいなとちょっとでも思っているんだったら、こっから下の言葉も存在自体は知っておく必要があると思います。自分が全く使わなかったとしても、相手が使う可能性だってあるからね。だから、一応知識としては入れておいてください。はい。その他の強調表現も、まあ思いついたらまた別の動画などで撮り直して喋りたいと思います。じゃあ今日の講義は以上です。